ヨーブラザー、知らせごろです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは新しいバージョンアップの情報ですね。キャラクターが確定しました。アルベド、フィッシュル、スクロース、ベネットっていうような内容になってますね。ちょっとまあ見たんですけど、こうやってベネット星5扱いされてるのはね、ちょっと受けましたけど、韓国の方のね、なんかいじってるやつで、ね。まあそんな感じで、ベネットがついに来ましたね。まあそこら辺は、まあおいおいちょっと説明していきたいと思います。で、新しいガチャが天空の巻と新しい片手剣になってます。で、新しい片手剣なんですけども、まあ、こちら武器がこちらになります。残山の刃っていうんですかね。これは今まで実装された向こうの剣とか、あとは浮世の城とか、ああいうやつと同じようなものになってますね。まあ、シールド強化系になってます。で、基礎攻撃値もまあ46と、まあまあ高いので、まあ、かなり強い武器だとは思います。まあ、アルベドだったり、岩の、まあ、主人公だったり、片手剣のキャラクターに装備させていくっていう形になると思います。で、新しい武器の方なんですけども、まあ、こちらのイベントの専属武器っていうんですかね。これで、腐食の剣というものが実装されてます。で、元素チャージ効率のある片手剣。元素スキルダメージが上がって、さらにはスキルの回収率が上がるというね、なかなかなかったものになります。これかなり使い勝手がいい装備になると思いますんで、例えば、ジンとか、まあ、主人公でもいいですよね。元素スキルダメージの高い、元素スキルの倍率の高い片手剣のキャラクターに装備させると結構面白いのかなと思います。はい、こんな形で威力がかなり上がって、回心率も高いと。まあ、こういった形がいろいろ実装されます。で、ちょっと気になったのが、こちらの両手剣の、まあ、新しい武器なんですけども、通常攻撃でなんか、氷の攻撃が発動するみたいな感じになってますね。で、物理ダメージバフがついてて、基礎攻撃力値が44で高め。ね、これ、旧貴族とかと同じになりますね。気候体験よりも2ポイント高いんで、攻撃力自体は高い。で、物理ダメージバフっていう、このかなり今までになかった星4の武器。で、氷っぽいのが出ます。ただ、ちょっと気になったのが、これが何なんだろうって。こうなんかダメージ入った時に氷付与されてないじゃないですか。だから氷付与されない氷系の攻撃、氷は付与されないけど氷属性としての攻撃なのか。もしこれが氷系の攻撃で、例えば超電導が雷に乗ってるやつに対して超電導入りますとかだったらいいんだけど、同じようなやつで、ほら、水に対して、ね、凍らせてるような感じでもないんで、ちょっと、ここら辺の扱いがちょっとわからないんですが、ここの氷元素の影響を受けてる相手には 200%、まあ、さらに氷量が高くなるという形になります。まあ、超運に装備させてとか、そういう武器になるとは思うんですが、これがね、これ、気になる。氷の攻撃なのかどうかっていうのが気になるね。氷の攻撃がどうかによっては物理ダメージバフの44でしょ。レザーに装備させたいな。もうレザー戦なんで、もうこういうのに敏感なんで、レザーに装備させたいなっていう。で、電気がかかってるでしょ。10秒に1回の突力効果で、ちょっと気になってます、これ。はい。で、物理ダメージが乗ってますし。はい。で、氷系のキャラクターと組み合わせたら組み合わせてまた強いし、まあ、超運でもいいんですけど、超運自体がね、氷、物理ダメージじゃないんで、なかなか面白いのかなと思いますね。あと、もしワンチャン合うのがあるとすれば、その、深淵とかも、必殺技が物理ダメージなんで、面白いのかなとは思いますね。あとは、まあ、槍、シャンリンにね、結構良さそうな感じもしますし、物理ダメージの連続、槍の攻撃力の倍率が高いシャンリン、面白いのかなと言います。あと、砲器系ですね。砲器系の場合だったら、
使い道がちょっとどうなのか難しい気もしますけど、まあバーバラなのかなとっていう形になります。まあこういう新しいなんか武器の情報が入ってきてますんで、ちょっとね、今後も、まあ、武器の鉱石とか、まあ、あとは餌用の生物、ここら辺もしっかり取っとかないと後々回んないんじゃないかなっていうような感じになりますね。森林の心かなり強そうなんで、うん、かなり面白いと思いますよ。あとはこっちのなんか漂浮をさまよう勇士ですね。これもなんかほんとガイア向きなんじゃないかなって、もうほんと個人的に思って、今回これで強くなるのがガイアで、水元素で強くなるのが、まあ、バーバラ、そこら辺がかなり面白いのかな。で2セット使っていくっていうパターンもかなり増えてくるんじゃないかなと思います。はい、だ皆さん生物の、ね、餌集めだったりとかそこら辺もご用意しといた方がいいんじゃないかなと思います。あとはまあこれイベントも開放されてますね。これ今日公開されてますんで、よかったら公式のホームページもご覧になってみてください。新システムのものであったり、あとはこちらの、残眼試作がね、なんか無償で手に入るみたいなのもあります。これは物理ダメージバフが乗ってるのかな、あ、攻撃力が乗ってる片手剣ですね。でこのイベントが3段に分かれてるのかな、第1幕、第2幕、第3幕って分かれてて、期間がやってる、前回行われたフィッシュルのやつと同じような感じなんで、まあそれでまたエッセンスを手に入れて、3段、4段階に分かれて、エッセンスとか第1幕限定のこういう限定イベントアイテムだったりを使っていくというような感じで、多分なんかいろいろレベルアップ素材系が手に入るんだと思います。あと新しいなんか街のイベントみたいなのもちょっとここには書いてないんですけど増えるんですが、あれが月曜金曜日に更新されてまた新たに挑戦できるみたいなのが、まあ街の街の評判イベントみたいな感じでなるので、まあ実装が水曜日だと。で水曜日実装なんで、水、木、金、2日間で、とりあえず速攻、任務系とかやったり、ドラゴンスパインのその評判イベントみたいなやつをやった方がいいような気がします。もう初っ端飛ばして、2日間でシステムを全部理解して、イベント系、街の評判系をやっていく。街の評判がなんか木を育てるみたいなやつなんで、それだけちょっと気をつけてやってみてください。はい、ということでね、今回新しい装備と新しいキャラが確定しました。新しいキャラに関してはやっぱりベネッツがいいですね。ベネッツはもう必ず5凸、あとはスクロースも非常に強いんで、できれば6凸を目指してねやっていくっていうところ、あとはアルベドが今回勝利さんとね、勝利1凸の柱2本に1個の岩創造物、花みたいなやつ、あれがねやばいぐらい合いそうなんで、ちょっと今回アルベド頑張って引いてみたいと思いますので、よかったら応援の方よろしくお願いします。生放送で引いていきたいと思います。はい、ということで今回こんな形で、なんか新しい新情報のお話は終わりとなってます。また生放送やっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方でご支援いただけると嬉しいです。またできれば直接のコメントの試合とかでね、そこで即興でお話ししたりとかするのが好きなんで、ぜひぜひ皆さんそういうところで一緒にね交流していただければと思います。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。